はい、ハンドメイドワークスナンバー496レザーです。本日もね、お題いただきました作品の完成報告動画となります。はい、前回からね、たくさんお題いただいております、アッシーさんからの、オーダーの、また一部ね、となっております。はい、2点ね、同じもの、色違いでお題いただきました。はい、ユミルのね、両銀面仕様ですね。で、小銭入れが、差し込み式のタイプですね。外装ボタンなしとなっております。はい、オール湘南たちね、本当にね、いい革ですね。いい革、本当にいい革。はい、で、糸の方はね、ナチュラルの方が、刺繍糸のホワイト。で、ブラックの方が刺繍のブラックを使っております。外装の方はね、こんな感じ。もうすでにオイルアップね、してあるので、もうツルツルとなっております。で、内装の方なんですが、こちらの部分ね、フラップの押さえ部分に、ナチュラルはビッグ、まあ、スタンダードの刻印ね。こんな感じ。で、ブラックの方は丸刻印を入れてあります。はい。で、追加パーツといたしまして、ここの部分ね、外装ボタンなしの場合、本当はこのパーツないんですけど、今回このパーツね、ちょっと大きめの、また、ちょっとね、カードとか、ちょっとした小物が挟めるぐらいの大きさのやつを取り付けてあります。こんな感じでね、両方とも。ただね、このパーツは、ボタンなし、もしくはこの差し込み式の時にしかちょっとお付けできないような感じですね。これ一番内が出ている小銭入れのボタン式の時で、外装ボタンありの時は、通常通りのこの幅が狭いね、パーツとなります。ちょっとね、蓋とのこの閉まった時の兼ね合いがあるので、変更となります。これを大きいやつ付けられるのは、この小銭入れが差し込み式。こういうね、差し込み式の時と外装ボタンがない時のこの2つの条件がね、ある時だけこの大きいパーツがお付けできます。はい。追加パーツとしてね。はい。こんな感じね。で、コバの方も、ふのりと蜜ろうで磨き込みかけてありますので、ツルツルのピカピカですね。よいしょ。はい、こちらも。よいしょ。こんな感じね。もう、ふのりと蜜ろうで、もう染色の方もね、もう何十回もこれ重ね塗りしておりますので、本当にね、光沢がすごくなっております。はい、一応ね、こんな感じで2点、完成いたしました。よいしょ。はい、ぜひね、動画の方でご確認いただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。